ます。八代あかねです。今日ご紹介するのはこちら。じゃん。LOL サプライズ、ハッシュタグ OOTD、アウトフィットオブザデイ。こちらのね、アドベントカレンダー形式のサプライズ、開けていきたいと思います。まず、ボックスの表面ですね。すごく箱が大きいです。毎日着せ替えられるよっていう風に書いてあります。リミテッドエディションのお人形さんが1体入ってるよっていうことですね。25個以上のサプライズがあるよっていうことだと思います。じゃーん。まずこちら上の方ですね。ちょっと箱が大きすぎて見開き全部が映らなくて申し訳ないんですけれども、ここにハートマークがあって点線があるので、ここも開けていいよっていうことだと思います。あ、割れるんだ。 MGA っていう会社の多分マークだと思うんですけど、いつもハートが割れているんですよね。開けると、お、中には大きなステッカーですね。なんかトランプみたいになってる薄いステッカーだと思います。で、この子の名前がトリックスタ BB ちゃん。かわいいですよね。中身がこんな感じ。ここに説明書が書いてあります。開けてねっていうのと、お水のサプライズ。この子は飲んだお水を口から吐くタイプみたいですね。あ、すごい。こんな感じで立体的になるみたいです。どうしたら立体的になるんだろう。プラップヒアって書いてあるんで、やっぱ引っ張るんですけど、引っ張ったら開いちゃうんだけどな。あ、怖い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 。できた。で、こっちは、あ、すごいすごい。こんな感じで、横にも番号が書いてあって、こっちも書いてありますね。ここも全部数字ですね。わ、すごい、超豪華。よし、じゃあミーファーストということで開けていきたいと思います。じゃじゃーん。あ、袋じゃなくてシュワシュワの紙に入ってますね。これちょっと沈んじゃうんですけど、あー、お人形さんが、髪の毛が見えた。じゃじゃーん。あー、かわいい。あ、すごい発色がいい。これとっても美人さんが来てくれました。実物の方が圧倒的に可愛いですよね。リップの発色がすごい、かなり派手派手な子。ツインテールも可愛いですね。しかも後ろはさらにグラデーション。あ、ミタイツ履いてますね。じゃあどんどん開けていきましょう。2番が手前ですね。これ下ろしちゃいますね。よいしょ。じゃじゃーん。トップスだ。このステッカーのトップスですね。かわいい。すごいキラキラ。トップスイラストとちょっと違う。これハーフハーフになってるけど、この子袖が違う感じだ。3番いきます。なんだこれは。じゃーん。パンツだ。すっごいセクシーなパンツ。こんなセクシーだったんだ。イラストで見るのよりだいぶセクシーな感じがしますね。お尻もプリプリ。これは攻めてる。レディーガガ様しか履けなさそうな。よし。4番。4番。靴だ。かわいい。靴。あ、色違いだ。すごい。こんな感じのブーツが入ってます。つま先部分がラメラメです。これでこのルックはできたかな？下着姿なので先に着替えさせてあげます。じゃじゃーん！こんな感じ！イラストのジャケットよりもこっちのジャケットの方が私は好みですね。かわいい。どんどん開けていきましょう。あった！5番ここでーす。開けまーす。今これ、箱の底を上げたら靴が飛び出てて、これ何番の靴かわかんないんですけど、多分この箱に入ってるべき靴だと思うんです。この後、箱を開けたら空っぽってことがあると思うんですけど、先紹介しちゃいますね。黒と金のオープントータイプのグラディエータータイプの靴ですね。かっこいい。全然違うタイプだ。よし、じゃあ気を取り直して5番開けていきたいと思います。じゃじゃーん。カバンだ、すご。すごいカバン。リュックですね。これ紐くっついちゃってるんで、背負えるとか、そういうわけではないんですけど、カバンになります。かわいいな。山に山菜を取りに行くみたいなカゴみたいにも見えるけど。かなり派手な山菜取りですね。さあ、じゃあ次6番。ここですね、6番。じゃ、じゃーん、じゃじゃーん。カップですね。トランプがモチーフなのかな？かわいいですね。ひし形で。ぴったりコーディネートですね。次7番かな？ここだ。
じゃん。ワンピース？へそ出しのワンピースですね。ここは隙間空いてるんですよ。めっちゃおしゃれさんですね。この緑とピンクが好きなんですね、きっとね。まあ、髪の毛もそうだし。かわいいな。次、8番。ここです。手前でした。じゃん。スニーカーかな？変わったデザインのスニーカーですね。紐が斜めに入ってる。ブーツかな？さっきの、この、ちょっとスポーティーというか、デイルックな感じのにぴったりですね。かわいい。9番。ここですね。じゃん。お、また洋服だ。すごい、またロックな感じのパンツスタイルですね。あ、後ろのディテールがすごい。ポッケが丸バツになってます。で、ピンクの方は星型のドットで、緑の方はストライプですね。で、ベルトもかっこよくて。かわいいな。次が10番かな。ここですね。お、入ってるぞ。じゃじゃーん。トップスかな。すごい。ボスって書いてある。ピンクのラメラメの T シャツでいいのかな？ボスって書いてあります。まあこんなにギラギラはボスでしょう。誰もこの子に逆らえない感じがする。ハーレークイーンっていう映画でしたっけ？トレーラーしか見たことないんですけど、バットマンのジョーカーの彼女役の人にちょっと似てるなって思いましたね。次が11番。じゃん。あ、パンツだ。かわいい。スポーティーなタイプのパンツですね。さっきのボスにぴったり。ジムこれで行ったらめっちゃおしゃれ。次12番。ここですね。じゃん。おお、トップスだ。本当に洋服がモリモリですね。これはなんだ？ベストを着てるのかな？ベスト付きタンクトップみたいな感じですかね。おしゃれな感じですね。ボトムもあるってことかな。13番ここですね。じゃじゃん。おお、じゃじゃーん。スカートだ。今のトップスに合うスカートですね。あ、しかも巻きスカートですね。ここが紐になってて結べるタイプの巻きスカートですね。こんな感じだ。かわいい。次14番。ここですね。おいしょ。14番靴です。かわいい。あ、超細かい。うさぎさんになっております。うさぎさん。しかもうさぎさんの耳がピンクと緑で両方とも違う。かわいい。超かわいい。このブーツ、つま先部分がちょっとモコモコしてるような、そういう雰囲気を表してる靴になっております。ルームシューズかな。かわいい。めちゃくちゃ豪華ですよね。15番ここです。15番はこちら。ワンピースっていうかセットアッププラスジャケットみたいな、パーカーみたいなのをこのセットアップの上から着てるっていう、星とダイヤのマークが袖についてますね。おしゃれすぎる。後ろも一色じゃなくて黒と青緑のバイカラーになってますね。めっちゃかわいい。この袖とか白い部分がキラキラしてます。16番ここです。これね、子供は絶対楽しい。大人が楽しいんだもん。子供が楽しくないわけがない。え、なにこれ。袋に入ってる。なんか薄っぺらい。え、なにこれ。なにこれ。食べた跡があるから食べ物なんだ。チョコ？なんだ？トースト？わかんないけど多分食べ物が当たりました。原宿に売ってそうな、インスタ映えしそうな食べ物ですよね。何味だろう？こっちがストロベリーで、こっちがグリーンアップルとか。ちゃんと持てる部分がついてるので、こうやって持たせてあげると食べてるみたいになりますね。17ここです。ワクワクが25回続くんですよ。じゃん。また全然違うタイプの T シャツワンピですね。Mad Love。ちょっと光ってて見えにくいかもしれないんですけど、これハート型のピザなんですよ。だから、ピザ大好きみたいな T シャツですね。頭おかしくなるぐらいピザ大好きみたいな。スプレーアートみたいな感じの白い点々がついてるおしゃれな T シャツワンピです。今までのと雰囲気が違っていいですね。で、次が18番ここです。あ、ここだ。ここ空っぽでーす。最初に紹介した落ちてたこの靴ですね。多分これが入ってたんだと思います。これもう一個空っぽなところがあったら不良品ってことですね。19番です。ここペロ。じゃん。パンツだ。模様が右と左で違う。ダイヤとストライプで金のチェーンみたいなのがついてるベルトしてますね。これは何に合わせるんだろう。トップスがまだ出てくるのかな。20番ここですね。よし、じゃーん。あ、トップスだ。すごい。キャミソール？なんかメッシュタイプのキャミソールみたいになってます。白い。
メッシュみたいな模様がついてます。これと、さっきのこれか。かっこいい。こういう服が似合う人になりたい人生でした。さあ次、21ここです。じゃん！黒いメガネ。しかもなんかちょっと尖ってる。で、これさりげなくラメラメがついてます。黒いラメラメ。かっこいい。細かいとこまでかっこいい。つけてみよう。あ、かわいいな。似合うな。これはおしゃれ上級者ですよ。22番、ここです。22。えい！お、また、シュワシュワしてる。なんだ、食べ物か？あ、入ってる。アクセサリーだ。ネックレスですね。めちゃくちゃちっちゃいけど、ゴールドのネックレス。正面のところに金色のコインみたいなのがついてるネックレスですね。じゃあ次、23番。わ、あと、これ入れて3つ？えい。あ、またワンピース。っていうか、これは水着かな？エアロビクスみたいな、そういう時に着るやつ。ここがレースっぽくなってて可愛いですね。フリフリの。すごい。目立ちますもん、これ、絶対。よし、じゃあ次。24番。ここだ。またシュワシュワだ。なんでしょう。ちっちゃいものはこうやって包んでくれてるんで、落ちたりすることがなくて。じゃん。めちゃくちゃちっちゃい。腕輪かな？腕輪が2個入ってました。いかついな。スタッズっぽいのがついてて、これでこうやってガーンって殴ったら人攻撃できそうな腕輪が2個入ってました。さあじゃあ最後か。全部開けてきましたもんね。25番。一番いいもの入ってたりしないかな。たたーん、ワンピースだ。黒と金のかっこいいタイプのワンピースですね。これはパーティーとかに着れそう。スタイリッシュに着れそうですね。このワンピース、他の洋服に比べて柔らかい気がする。着せやすそう。出たお洋服たち全部並べてみました。すごい豪華。最後に何個かお洋服着替えさせたいと思います。まずはこちら、じゃん。黒とゴールドでまとめてみました。めっちゃかっこいい。このイラストと比べても全然雰囲気違う。続いてがこちら、じゃん。ちょっとスポーティーにしてみました。このブーツと髪の毛のセットがすごい合ってて可愛いですよね。最後のコーディネートがこちら、じゃーん。ちょっと急に幼くなった感じしません？めちゃくちゃ可愛い。後ろはこんな感じ。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。 See you!